はい、皆さんおはようございます。デデデです。今回は GoTo キャンペーンを使って初めて東北に上陸したいと思います。行き先は仙台です。映ってる、映ってるの？動画撮ってるとこ撮られてて画質いいな。あ、ありがとうスマホのあれなんですはい、皆さんこんにちは、デデです。仙台に来ました。ちょっとね、あんまり計画立ててないので、ちょっととりあえずお散歩してるんですけど、でね、結構イチョウ通りみたいな感じで、結構イチョウの、ね、木あったんですよ。なのに全部借りてて悲しいんだけど、とりあえずお散歩します。聞いてください。超どうでもいい話なんですけど、ここら辺ね、岩手銀行と青森銀行と秋田銀行あるのに宮城銀行ないの、なんでだと思います？ちょっと地元愛足りなくないですか？もうちょっと地元愛欲しいよね。あ、ついた。捕られてる。劇的瞬間撮ったよ。撮られてると恥ずかしいんだけど。シャイなんですよ、シャイ。いい感じ。いい感じ。甘すぎると悲しい。タルトタタンです。タタンって何なんだろうね。タルトのタタンのタルト。ちょっと人生初のタルトタタンをいただきます。なんだっけ、リンゴとなんとかだよね。もう本当にね、ふるふる苦手で、あ、ケーキっぽくない？あ、いいって絶望的すぎる。なんかやばいもうなんて言えばいいか分かんない。でもジュレみたいな食感がってこと？あ、そう、なんかケーキっぽくないの食感がね。食感がね。でもクリームつけていってみるやつ、ね、本当だ、なんかね、クリームが甘くないから、なんだろう、まろ無理です、私にはなんかでもまろやかになる。なんか美味しい、美味しいです。とりあえず美味しいです。あ、わかった、あのアップルパイの中身を凝縮して固めた感じ伝わる？伝わってほしいもう私に喋らさないでくださいこれが栗とナッツだっけのタルトです。いやでもマジでタルトはね、神だよ。私はタルトが好きです。なんかナッツがキャラメリゼみたいな感じになってて、結構でも甘すぎないから、なんか香ばしさが出た。あ、美味しい。だから私が個人的にすごいキャラメリゼ的なの好きなんですよ。今店員さんがすごく気遣って今すごい戻ってくれた。ごめんなさい。なんかそこまで来て戻ってくれた。恥ずかしくなってきちゃった。私本当食レポやめようかな。お散歩してたら、なんか地元のローカルな市場を見つけたので、ちょっと探検してみようと思います。こういう市場初めてで、築地とかにも行ったことないんですよ。だからちょっとね、楽しみです。レッツゴー。キャベツ安いよめっちゃ安い。めっちゃ安い。半玉でいいな。でも一人暮らしだったら。そうなんだよね。
生きてるよ、下して見て見て、下下生きてるよ。じゃこじゃこ、これがうーってなる。ゴキブリに見える。ちょっとわかる。楽しいけど、なんかさ、似たお店がさ、いろいろあるから、どこが安いとかずっと聞いてきたから、いちいち終わりそう。こういう魚とかさ、イカとかとさ、目合うとちょっと心痛くなるんだよね。なんかごめんみたいな。今から食べるからな。そうそうだね。おいしそう。こういうとこの卵焼きおいしいかな。近い。何そんなあったの？じゃあ遠ざかりますよ。そうなると画角が近い。あ、いや、おにぎり屋さんのおにぎりっておいしいの？なんかさ、すごいおいしいって聞いたことある。食べたことないけど。食べてみる？ちょっとそれ食べたら他のもの食べれなくなっちゃう。何食べるつもりなの？え？逆に。ずんだ。あ、ずんだ。楽しい。楽しくないですか？私ウィンドウショッピング好きなんですよ。近いってどのくらい近い？今どこ映ってる？ここあの顎からおでこまで映ってる。でも意外と広いね。画面パンパンの顔で。ね、誰もさ、これ需要ないから。困るでしょ、みんなこんなアップの私映されて。画面の8割顔だもん。せめてまださ、背景映ってるならいいけどさ、背景映してもこれだって駐車場だよ。こんにちは。こんにちは。オラー。こんにちは。こんにちは。かまぼこのお店に来て、さっき言ったわ。はい、京都揚げを食べたいと思います。見て、こんな結構大きいんですよ。で、2個入りで250円です。ケチャップもなんか違うんですか？あ、違う。なんか普通のと中辛と選べて、私は中辛にしました。はい、なんでケチャップ？そもそもどんなんだろうって。いただきます。中身に到達してない。結構辛いよ。辛いんかい。あの、なんかサルサソースみたいな。かまぼこってあんまりお魚の匂い、味強くないイメージあるんですけど、これ結構お魚味が強い。周りはあれです、あれです、アメロ。あ、そう、アメリカンドッグ揚げてあるんですけど、で衣結構分厚いんですけど、なんか重たくないですよ。なんかその油っぽすぎないから、なんか見た目以上に軽い、サクッといける感じです。結構今回の作りも良くない？ここまで使えよ。ここ全力でカットするよ。わかる？ちょっとね、衣絶対これ見て見せてないでしょ。ね、これだよ、これ。そのね、衣が結構分厚いから、中のあれ自体は、かまぼこ自体はそんな大きくないです。美味しいです。辛い人はとりあえずケチャップ普通にしといた方がいいよ。どんぐらいアップなの？今ここ映ってる、これ。あの、あれでしょ、デートなのに使っていいよみたいな。あ、そうそう。デートでもこんな近くね。けどさ、恥ずかしいが勝っちゃうんですけど。ね、そんないじめないで。しかも近くない？なんで今どこまで映ってんの？近くない？皆さん、ちょっと今日のカメラマン優秀なんですけど、意地悪なのどうしたらいいと思います？ちょっと。いじめられてる。動画撮ってました。ずんだのね、お店に来たんですよ。仙台といえばずんだですよね。なので、ずんだスイーツを食べたいと思います。ちょっと食べてばっかりと思ったあなた、許して。すごい
やなんかさ全然関係ないんだけどさ、こうやって撮ってくれて話してるじゃん。なんかそうするとさ、なんか特に若い人が超有名な YouTuber じゃないかと思ってさ、多分みんな振り返って3万くらいしてくるの待ってそんな有名じゃないかなみたいな。まあでもぜひ皆さんチャンネル登録をお願いします。はい。恐怖の食レポが。ここのずんだ餅はこれセットで764円。税込み？税込み？税込みだった？ちょっと覚えてないです。ずんだはすりつぶした枝豆らしいですよ。みんな知っとるわな。知っとるわ。書いてあったもっこり。いただきます。はい。ずんだって初めてなんですよ、人生で。思った以上に、当たり前なんですけど、枝豆が強い。待って、餅が。お茶飲んで、お茶。もちろんお砂糖入ってるんですけど、なんかそんなに、なんか砂糖の甘みっていうよりは、割と枝豆の甘み。って感じが強いのかなと私的には思っております。このお餅ね、そんなになんていうの、弾力強いお餅じゃないんで、食べやすいんですけど、その分スルッていくから喉に詰まりやすいので皆さんご注意ください。あ、でもね、あとね、通常のずんだがどんな感じかわかんないんだけど、これは結構つぶつぶ感残ってるから、なんか食感も楽しめますね。何？それ昆布、どうすんのかな。味が欲しくなって、ね、しょっぱい味食べたくなって、しょっぱい、いや今のところまだちょっとね、そんなに食べたくなって、なって、うん、食べろと、うん、昆布だよ、だって昆布だよ、普通の昆布だよ、うん、その昆布食べて食レポするの、うん、めっちゃ無理すぎ一言軽く、昆布だね昆布だねからもありますけど、そんなしょっぱくないんで。いいんだよ、昆布の食レポそんなに力入れなくて。だって知らない。ね、皆さん、ひどくない？ちょっと私の味方してほしいみんな。汚い。私なんで食べたことないんだろう。それは綺麗に食べれない。食べれないか。絶対ハムスターみたいなというか。ハムスターファンに向けて。ハムスターファンは見ないでしょ。あのペットのほのぼのチャンネルみたいなのだと思って見てる人ももしかしたらいるかもしれないし、ありえる、それはちょっとありえる。いやでもハムスターと同格になれるならかなり上出来だよ。自己肯定感低い。いやでもハムスター可愛いじゃん。ハムスターと同等に扱われるならいいよ。なるほど、バイバイ。久しぶりのバスです。イエーイ2カメ難しいな、どっち向けばいいかな。カメラマンです。バスです。宿に着いた。イエイ。旅館って楽しいんですよね。なんでかわかんないけどホテルより旅館派なんですよ私は。本当がすごく素敵でした。お水がいっぱいあって自然豊かでした。鯉もいました。なんかすごい小学生の作文みたいな会話してるな私ちょっと。そうで今ねちょっと時計が見えないんですけど、あ、5時20分です。夕方の夕飯が7時ぐらいなのでちょっと2時間ぐらい時間が余ってるのでどうしようかなって感じでございます。バイバイ。旅行まで来てこいつ仕事すんなよって絶対怒られるんだけど。戻ってる。え、今何？え、ビデオ、うん、ビデオなの？写真かと思ってたんだけど。
覚えてますか？私が珍しくピンクを着ております。ちょっとは日本人らしくなったでしょう、多分。はい、お風呂に入ってまいりました。とりあえずあんま時間なかったので軽くだったんですけど、まあ素敵ですね。シャンプーとかね、ボディソープとか全部いい匂いするし、なんかすごい髪の毛がツヤツヤですね。ドライヤーのおかげで。ドライヤーでこんなに違うんだって今初めて思いました。めっちゃいい匂いする。素敵。でこの後は夕飯に参りたいと思います。どうなんでしょうね、すごく楽しみです。海鮮もあるし、なんかちょっと気になってたはらこ飯っていう、なんかイクラのご飯とかもあるし、幸せ。もう本当に私もう帰りたくないですもん、すでに。楽しみ。この後行っていただきたいと思います。お酒をワイドにいただいております。マジ久しぶりに生きててよかったってちょっと感じてるぐらいの幸せです。もうやだね、もうほんとね、ちょっとあの普段ですらヘラヘラしてるのに酔っ払うとね、ちょっと表情筋が緩んじゃうからね。あと人生で初めて日本酒をねちょっと飲んでみたんですけど、味は好き。お酒強いけど。やだ、もうちょっと後で自分で見返して絶対はこいつ酔ってるって思うのやだんだよね。人のこと言えないから。はい、ということであまりにも内容が濃いので後編にまで続くことになりました。仙台旅でございます。2日目はですね、日本三景の一つ松島に行くんですけれども、なんとですねこの日はたまたま天気が悪くて急に雨が降ってきちゃったりもしました。とはいえね、とっても楽しい内容の濃い一日になったので、ぜひぜひ後編もお楽しみいただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。